だあんねんてやってたけどやってたけど、やっぱね、あのスポーツトレーナーさんの元でね、ガチで、ね、修正しながらやるとはもうしんどい。あー、見たい。はい、引き続きましてははい、まあベタに、普通の腹筋を、はい、まあちょっとね、お腹へこませながらやるという形でやっていこうと思います。はい、まあ、これちょっと補助普通につきますので、はい、やっていこうと思います。一回ちょっと仰向けに寝っ転がっていただいて、はい、でそうですね、膝を立てて、はい、でそうですね、こっから、まあ、一回普通にちょっとですね、大きく息を吸っていただいて、でここからまあ息をふーっと吐いていっていただいて、結構8割ぐらい吐いていっていただいて、胸の肋骨もこう丸めるぐらい、ごめんなさい、で下ろしていただく。で、おへそ、お腹お尻の部分をギュッと最後締めて、おへその下もぺったんこでキューッと、きついズボンを吐くような感じで、ぺったっと、おへその後ろ、腰の後ろまでへっこめるような感じですね。うん、はい。で、もう一回ちょっとこれをいきますね。でそのギューッと吐いて、ここもおへその下をへっこんだところから、ちょっとおへそのぞき込むような形で上半身を起こしていただいて、よいしょ、はい、でこの時に肩前に出してもいいです。でさらに思ってるより胸も丸めちゃう形で、おへその下からお腹へっこめながら、そうです、おへその後ろからさらに丸めながら、みぞおちの後ろも丸めながら、背骨一個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 降りていく。うわー、よいしょ、はいはい、あっあはい、で途中でこうパタッと行きたくなるんですけど、うんうん、なるだけ丸まりながら背骨一個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 降りていくという形 で、ね、はい、補助をしていただかないともう急降下です。そうですね。でこれをそしたらちょっと、もう一回だけ行きましょう。はい、はい、でふーっと、そうです、もう上がらない、はい、ここからそうですね。でおへその下ぺったんこしながら、肩も前出て結構です。で胸も肋骨こう下ろして丸めるような感じですね。でさらにここからおへその下から丸めながら、背骨一個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 、そうです、よいしょ、はい、はい、でこれはそしたら次はですね、降りる途中から上がって、をちょっと3回ほどだけやっていきます。はい、はい、ここからそうですね、うん、でそうですね、はい、でここからおへその下ぺったん落としていただきながら、そうです、肩前出して結構です。でさらに胸も丸める形で、そうですね、ここからまた振って、そうです、でポイントとしてはおへその下こうぺったん落としながらですね、でさらにおへその下から骨盤が後ろに丸まるような感じで、おへその後ろ、みぞおちの後ろと丸まるような感じで、そこからまた振って、はい、でもう一回、そうですね、おへその下からぺったん落としながら、そうそう、よっ、一回だけふっといきましょう。はい、そうです。でここからさらにまたおへその下ぺったんこしていただきながら、肩前出しながら、胸丸まりながら、そうですね、背骨一個一個一個、よいしょ、おはい、はい、ここめっちゃ汗かいてる。あ、そうですね、結構内ももね、力実は入ります。はい、はい、続きまして、はい、お願いします。お願いいたします。はい、ではね、先ほどちょっとお腹使いながら、まあ、支えて降りていくというのをやったんですけれども、その上がったところからちょっと左右に、うんうん、まあ、お腹を支えながら、はい、使っていくというやつをやっていこうと思います。はい、はい、ではまあ先ほどと同じくですね、まあ、1回息を吸っていただいて、でまたここからふーっと、そうです、で最後お腹を尻尾に引っ張って、おへそにしゃべったので、でここからおへそのぞき込むような形で起き上がっていただいて、ちょこっとね、はい、で、はい、ここのポジションで、そうです、でおへその下ぺったんこしながら、ここから左右に胸の中心を向ける形で、そうです、そうです、はい、そうです、もちろん手先も動くんですが、手先だけじゃなくて胸の中心、肋骨の部分が左右に向く形ですね。そうです、そうですか、ふあ、そう、ふ、はい、OK です。で、これでまた降りていくという形ですね。はい、ズワズワくる、はい、これは今ので OK です。ただ途中であののけ取ったままやってしまうと、はい、腰に来ちゃったりするので、はい、そこだけちょっと注意ですね。はい、はい、はい、ではですね、引き続きちょっとお腹系になりますけれども、これはどちらかというとお腹のこうクロスでちゃんと使えるようにしていく
こういうやつになりますけれども、これあの、まあ、クリックスクロス、まあ、って言っていろいろ名称があるんですけれども、肘と膝をこう上がったところからクロスすごいタッチしていく、すごいやつですね、はい、これをちょっとやってみましょう。滑らかな動きだな、はい、はい、これまた呼吸しますか、はい、はい、呼吸を止めずに、そうですね、しながらですね、そうですね、で膝をちょっとおへその高さに持っていっていただいて、頭の後ろにちょっと手を組んでいただいて、はい、でここからちょっと上半身を起こしていただいて、はい、はい、でここから肘と膝を、そうです、そうです、クロスで、はい、OK です。ここの肋骨の下と骨盤の前、これは対角線がこう縮こまるようなイメージですね。はい。そうです。これがふ、そうです。よいしょ。うえ。よいしょ。あ。はい。で、これはもう足伸びなくても全然、まあ張りは結構なんで、はい、その代わりですね。はい、この腰の後ろ、おへその後ろが地面ぐっと腰の骨後ろをして、後ろに丸まって、このお尻の先っぽ骨盤がこう浮くぐらい、多分これだけでも多分そもそもしんどいと思います。自分で上げれば、ね。はい。で、この状態からまた一回クロスいってみます。あ、そう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 。はい、そう、お尻の先っぽがなるだけ下がらないように。そう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 。そうです。はい。そうです。そうそう。あ、はい、縮まる。はい、そうなんですね、はい、で、あんまりこの丸めれないとか骨盤がこう丸めて手前に寄せれないっていう方は、うん、まずこれよりもう一回段階を落としてですね、単純にここから上半身上げていただいて、単純にちょっと膝をこう胸の方に寄せる、はい、こういうやつをやっていただいてもいいですね、はい、一回ちょっとそれだけやってみましょう。なんでそんなことができるんですか、はい、で、はい、そうです、こう、あ、そうです、で、膝をここの辺に持ってくる、あ、そう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 、そそして、このお尻の先っぽ、骨盤が回るようなそうそうそう、そうすると、なかなか枕、頭きつい方は枕を置いていただいても結構です、はい、そうです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 、慣れてきたらこの手前に曲がったこのお尻がこう丸まったまんまで足を動かしていただいたりクロスしていくという段階に入っていただくという形です。はい、化け物がすごいぞ、体の使い方がめっちゃ取ってるの、はい、鈴木さんすごい、鈴木さん本当にすごいです。あの、熱い、そんな体の使い方ができるんですか。やっていけば必ずできるようになります。はい、頑張ります。